先日のニュース見ました？ナイキ株価急落。ナイキは来年5月に終了する会計年度で売上と利益の減少を報告すると予想されている。その多くは中国市場の低迷に起因しており、アナリストは2021年の記録を 10% 下回ると予測している。はい、まあ、分かってるのは世界規模の中国でこけるときついんだということ。ナイキが今完全に勢いを失っているということ。インラインが売れない、まあ、ここ数年はナイキ一強だった時代もあったんだけど、まあこうなることは想像できました、ね。まあ、ちなみに私はアナリストでも評論家でもないです。ただナイキスニーカー好きなおじさんです。まあ、98年頃ハイテクスニーカーブームがピタッと終わりましたね。ピタッとね、冷えピタ。ブームを牽引していたナイキは政権を明け渡すことになりました。まあ、完全に落ちた。ローテクスニーカーブームですね。まあ、ハイテクの逆はローテクやけど、まあ、ローにテクノロジーも何もないんですけどね。あの時のようですね。まあ、近しいといえばナイキでお腹いっぱいになってしまったとね。まあ、こうなるまでにいくつか転機はあったと思ってます。品質そのままなのに値段が跳ね上がってきたっていう。だったら品質もいい、履き心地もいい、ニューバランスいくわなと。同じ色違い出しすぎ、完全に供給過多同じ靴なのに色違いでね、大なってきてると。これは誘導でもあるんですけど、日本は人気なものが人気が出る。ちょっと変な言い方なんですけど、世界と違ってみんな同じになる。日本。販売店とかね、スニーカーユーチューバーたる皆さんもそうですけど、基本ナイキやるんですよ。ナイキが一番見られてるんでね。そうすることでレアスニーカーがもてはやされまくってしまったと。その傾向が強かったかなと。インラインなんやねんと、普通に売ってるスニーカーなんやねんがだいぶ加速してしまったのかなっていうのは思います。ハイプスニーカーってね。ハイプっていう言葉が、日本ではかっこいいと形容されることが多い気がするんですけど、いやハイプだねーとかね、あんまり日常会話でそんなハイプだねーなんて言ってる人も言ったこともないんですけど、もともとハイプなんていうのは馬鹿げたとか嘘とか偽りとかの意味なんですよね。もともと普通の価値以上にもついてしまったっていう、ちょっとおかしいみたいな意味合いで使われていることが元々だった気はするんですけど、なんでポジティブな言葉じゃなかったんですけど、なんかハイプスニーカー、ハイプスニーカーとか、言われてしまったかな。次、クラシックしすぎ。エアマックス、エアジョーダン1、ダンク。特に日本ですけどね、いつまで王長島しとんねんっていうね、どんだけ最前線やねんっていう。もちろんね、インラインも新しいエアマックスとかボメロとかね、展開してたんですけど、圧倒的レトロ。インスタグラムとかではね言ってたんですけど、クラシックとモダンはバランス合ってくれないといけない。アーティストやブランドとのダブルネーム、今で言うとコラボは過去の名作でやりすぎ。結果この10年でナイキを代表するモデルは生まれなかったです。90年代のエアマックス95のようなヒーローが誕生しないまま、滑り込むように救世主現れるかもとかね思ったんですけど、痛い。来年もエアマックス95の SB での復刻、ジョーダン1、クラシック
黒赤の復刻。復刻ビジネスを続ければ続けるほどカルチャーは止まったまんまのように思います。20年前の靴をおじさん世代の私は懐かしめるんですけど、今の若者が20年経って懐かしむスニーカーがないって、まあ、多分将来スニーカーズ的なものがまだあれば、デビュー当時爆売れしたボメロが改善再現とか言って売られることにはなろうかと思います、うん、スニーカーブームは2018年まで、はい、2018年と聞いてねピンと来られる方もいるかもしれないんですけど、この年はそうモノ株ができた年、後にスニダンもできて、うん、スニーカーが急激に買いやすくなりました。まあ、それまでは国内にはストック X っていうのがあって、まあ、海外サイトなのでまだまだ敷居は高かった時代です、まあ、他にはリセールショップとかでね購入するとか、うん、なかなか、うん、スニーカーを手にするということのハードルが高いままだったんですね、まあ、高いままの方が結果良かったかなと、まあ、C2C、まあ、間に業者が噛んでそれをやることで、まあ、急激に買いやすくなって、まあ、格段に売りやすくなったというのが転機だった気がしますね、うん、ここでブワッと人口が増えました。転売のここからブームの先延ばしが始まりました、うん、やっと今ダンクが落ち着いてきたぐらいのね、ピークの頃は ID っていうね、バイユーが自分で作るやつすら秒で買えなくなるという異常事態ですね。もともとアウトレットに大量にあったはずのダンクがね、一切買えなくなったっていう時代が3、4年ありました。まあ、でもそこまでね、勘違いして押し上げてたメーカーはもうあっぱれとしか言いようがないですね。ダンク SB、私の記憶ではピジョンぐらいからですね、うん、そこから4年ぐらい続いた、うん、4年続くブームってね異常ですよ、まあ、90年代はエアマックスが流行り始めたっていうのは実は96年に入った頃くらいからなんですよ、うん、で98年にはもう終わってるんで実質2年です、うん、でその次に来る古着ブーム、全く同じやん。まあ、あの時は到来はパフィーやったんですけどね、うん、なのでまた20年後同じことが起こります。はい、モノ株スニダンのおかげでスニーカーは買いやすくなったんですけど、だいぶ加速度的に過ぎ去った時代になってしまいましたというかなってる現在進行形ですね。だからこそ今ナイキやろうということでランキングで、うん、ナイキのこのモデルは熱い、でかっこいい、好きっていうのとかっこいいをニアリーイコールにするならばこのモデルが熱いと言わせていただきたいランキングを今ナイキをやろうっていうねことです。普段はですねもうレッドウィング履くかスニーカーはもうもっぱらニューバランスなんですけど、でも一番数持ってるのはやっぱナイキなので、ナイキ好きなのでやっぱりやっておきたいですね。ただ一つ断っておきたいのは自分の持ってる靴は思い出靴が多いというのと最近の靴はないっていうのと、あと自分の持ってる中でのランキングなんで偏ってます。でこのランキングはかっこいい熱いランキングなんですけど、自分の中でだいぶ思い入れの強いランキングでもあるっていうことと、街で履きやすいかどうかは別っていうことをお断りしておきたいですね。では参りましょう。では第5位、ナイキダンクハイコンキーですね。これ最近ではミシガンとか呼ばれてるんですけど、私はやっぱコンキーです。
96年97年8年ぐらいですかね、これでバイク乗ってました。左足のこことかもゴリゴリになってね、でもう履けなくなったんで、まあ、当時の復刻のものですね。箱だけは実家に あったんですけど、中は多分ほとんどプロケッツが入っててですね、もうどっか捨ててしまわれたと思われます。当時はこんな黄色のスニーカーとかだいぶ恥ずかしかった思い出がありますね。ただこのダンクといえばもう今季、これがもう時々手に取ってお酒飲むぐらいの懐かしくかっこよく、やっぱ青春を思い出すというのがやっぱこれですね。はい、むちゃくちゃかっこいい。なんでやっぱこのツートン、ツートンじゃないな厳密に、ここ白で黄色と紺ですからね、ツートンではないんですけど、まあまあほぼほぼツートンということで、はい、今季が第5位ですね。そして第4位、エアジョーダン4ブレッドですね。いやもうこれです。このヌバック、ヌバック樹脂プラスチックっていうもうどうしようもないアッパーなんですけど、やっぱりこれを履いていた頃からジョーダンが覚醒し始めたと言いますかね。ずっともうあの神扱いはラリーバードから言われて、もう神、暫定の神だったんですけど、これを履いてる時にザ・ショットっていうのができて、ここからですね、一度本当 NBA ザ・ショットと調べていただきたいぐらいで、いやめちゃくちゃかっこいいんですけど、あんまり街では履きづらいまあというだけのね、自分のあの感性なんで本当申し訳ございません。ただやっぱり最近あれですよね、リイマジンドが出て、これがレザーのやつが出たんですけど、本当にエアジョーダン4はヌバックプラスチック樹脂、もうどうしようもないぐらいのアッパーのデリケートさです。それがまた、たまらんすね。続いて第3位、エアマックス95イエローですね。黄色って呼んでましたかね当時は。これは高校生の時に、自分は黄色は買えなくて、まあクラスの何人か黄色履いてたんです。まあ実は2人かな、黄色なんてとても買えないし値段も高いし、だから自分は赤派って言ってましたですね。まあ、第3位はもうイエローなんですけど、自分は思い出深いのはこの赤ですね。これはナイキバイユーで作って、もう仕方なくレザーで作りました。これはで、ここはもう白ででしか作らせてくれなかったんで、ちゃんと作らせてくれない木なんですよね。だからもうこう塗りました、後ろとかね。白でしか作らせてくれないから仕方ない。自分の思い出は赤派でしたんでね僕は。こっちの方が思い出深いんですけど、やっぱりランキングにするとなったらもうイエロー、イエローグラデって呼んでたかな、黄色って言ってた気がするな当時は。やっぱりこれはかっこいいですね。来年 SB でね復刻するみたいなんで、このまま出してほしいですね。ここがね、なんかシングルステッチかダブルになるかなんていうのは別にどっちでもよくて、ミッドソールはもうこのままがいいですね。本当にこれ自分は赤ですけど、赤を履いてて、ここら辺がですね、メッシュのところがねめくれてくるんですよね、これでサッカーしてたりとかしたら。そんな思い出があります。体育もこれでやってたんで。第2位、
ブレイザーですね。はい、これはちょっと、はい、コラボなんですけれども、スラムジャムというやつのコラボでして、内側の数種だけ反対向いとると。うん、これがもうむちゃくちゃかっこいい、まあ、履きやすいブレイザー、自分バイユーで作ったのも含めると5足くらいなんですけど、かっこよさはこれが一番シンプルで、なおかつ一番かっこいいっていうね、あんまコラボをかっこいいって言いたくないという自分との戦いなんですが、あの一つのスニーカーでキャンバス、スウェード、レザーっていう3つ使ってるんですよね。内側はこれレザーなんですけど、外側はこれキャンバスですね。うん、こちらも内側はレザー、外側が、うん、キャンバスになってて、ここがスウェードですね。レザー、うん、むちゃくちゃかっこいいわな。シンプルだし、うん、これが第2位です。最後に第1位ですね。まあ、これは自分の中では揺るぎません。ずっと第1位だと思います。エアジョーダン6インフラレッドですね。最初に断って街では履きにくいかもしれないって言ってたのは、うん、履きにくいやろこれどう考えても、はい。でもインナーブーツと言いますかね、ハラチシステム、バッシュとしてはなんかすごい快適な気がしました当時。うん、で自分は学生の時バスケやってたんですけど、バッシュ黒履けなくて、まあ白しかダメな学校で、で卒業した先輩が黒いバッシュ、ジョーダン7だったと思いますけど、ラプター履いてきて、黒履いてくるという革命的なかっこよさなんですよね。っていうのもあって、うん、で6、これでジョーダンが初優勝したっていうのもあったんで、もう自分の世代としては一番の世代は6ですね、6。うん、でインフラレッドもかっこいいんですけど、カーマイン、カーマインがもう飛び抜けてかっこいい。まあインフラレッドと同じぐらいなんで、1位はカーマインとインフラレッド。うん、むっちゃかっこいいけど街では履きにくいっていう自分のランキングはもう、うん、この5足ですね。ナイキといえば、はい、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。